してすごく感じたことが2つあります。1つ目は、応援、2つ目は感謝です。まあ、勉強していくにあたっていろんな人からの支えを得ました。もちろんこの伊藤塾のもうイケメン講師の皆様をはじめ、また私のまあ明るい父、また去年亡くなってしまったんですが、いつでも応援してくれたとても聡明な母、また私よりもとても賢くていつもいいアドバイスをたくさんくれた兄、またここで皆さんにお会いできたのもご縁の一つだと思ってますし、このご縁の点がいつか皆様とまたどこかで出会って線になって、その線がまたどんどん広がっていって、まあ、また新たな縁になればいいなと思っています。私の拙い挨拶でしたが、スピーチのご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。伊藤塾を信じて受験勉強に励んだこと、これに尽きると思います。この場をお借りしまして、塾長をはじめ講師の方々、スタッフの方々に厚く御礼を申し上げます。私は行政書士中上級講座スタンダード上級コースのウェブ通信受講者でしたが、最初の講義の中で平林先生が、受講を決めるまでは迷ってください、でも受講すると決めたなら信じてついてきてくださいと熱く語っておられたのを聞いて、あ、この人なら信じられると思って、あとはひたすらついてきました。それまでは独学中心で何度も不合格となっていましたが、伊藤塾を受講してから1回目で合格することができました。まあ、合格の後のことはまだはっきりとは決めていませんが、塾長が行政書士と憲法の中でおっしゃっていた、他者のために自己の最善を尽くしきる、そういう法律家に少しでもなれるように精進したいと思っています。本日は本当にありがとうございました。ウェブ受講だったので、大阪梅田校に行ったのも模試で3回のみだったので、このように直接講師の方々にお礼を言わせていただけることに本当に感謝いたします。私と法律家の出会いは、今から25年前の阪神・淡路大震災の時でした。当時高校2年生でした。揺れの直後、消防のサイレンが鳴り響いて、窓から外を見たら真っ赤に染まっていて、消火活動が始まったのかと感じたのですが、そこまで大惨事が起こっているとは分かりませんでした。その後、学校も休業になり、2月3月、学校にも行かず、毎日地域の人たちのためにボランティアして走り回っていたのですが、最後の最後、時の経過とともに法律家の方々が本当に活躍されているのを見ました。私の被災した地域は火事がひどかったので、家をなくした方、車をなくした方、様々な方がいましたが、役所とのやり取りの中で本当に法律家の方が力を尽くされ、私高校2年生、本当に無力感を感じる時でした。で、そのようないきさつがあって法学部に入ったのですが、私が勉強したかったのは本当にこれなのかなと失望していました。その中でテスト対策のために友人に勧められたのが、法文堂から出ていた塾長の法律書で、分かりやすかったので1冊2冊とどんどん増えていきました。伊藤誠司法試験塾の時代に本科生で学ばせていただきました。その時塾長の憲法の講義を聞いたのですが、あまりにも衝撃的で、今でもその9条、13条、24条の内容は覚えています。その時は母が末期がんになり、まあ、今元気なんですが、勉強を続けられなくなり、その後結婚し3人の子の母となり、30代はひたすら専業主婦をして子育てをしてきました。で、2年前に一番下の子が幼稚園に入って、10年ぶりですね、もう自分の時間がなかったんですが、自分の時間ができるようになって、再びこの資格を目指すようになりました。で、講座の中で再び塾長の話を聞いたり、また講師の方の熱い思いが伝わってきて、今42歳なんですが、の若い時の初心を思い出し、熱い思いになりました。ウェブ受講だったので、一人でその画面を見てるだけなんですが、なぜかこう熱い思いをたくさんいただきました。で、あと他校ならば多分一人の講師が講義を受け持っていらっしゃると思うんですけれども、即修正コースで坂本講師がメインに伝えてくださりながらも、劇場というか清水講師から始まって、さまざまな講師が登場してくださって、本当に勉強って大変なイメージだったんですけど、すいません、お時間ですで、私は本当に時間がなかったので、子供が行ってる2時に帰ってくるの本当になかったんですけれども、この即修正で
半年で追われてたからこそ合格することができました。で3ヶ月コース、また半年コース、さまざま準備してくださって本当に感謝いたします。子どもたちも坂本講師、森講師が大好きで、あのいつも真似をしていました。以上ですとか、こんばんかせとか、授業をし楽しんでいました。あの子どもたちも私の力やってることを嬉しく思ってたみたいで、あの一番上の子が学校のなんか代表で発表をするときに夢を持つことの大切さっていうのをお母さんから学びましたっていうのを書いてくれて、あの家族にも本当に支えられて今日この場に立っています。で今年はもう絶対にダメだと思っても上級コースに申し込んで勉強していたんですけれども、合格発表の日に一応見てみよう、本当に見てみたら自分の番号があって、もう信じられず何回も何回も見てしまう、私は幻を見ているのかと思いながら、でも本当に合格通知が来て合格することができました。本当に濃い半年間だったんですけれども、本当にこの伊藤塾で学べたことを本当に感謝しますし、今日皆さんと出会ったことに本当に感謝いたします。で本当に全ては自分の力ではないんだということを感じました。今存在していることもそうですし、この写真を忘れずにまた新たにスタートしていきたいと思います。ありがとうございました。